今回いただいた内容は何かというと、よく韓国系のプロでなっている動きなのですが、スイング中に右足を粘るように使う、こういう動きは重要ですかという質問がございました。この質問についての答えなんですけれども、まず右足の粘りというのは、よくそのプロの動きで行われるのはこうベタ足に見えるようなこういった動きだと思うんですけれども、この動きというのはよくアマチュアの方が勘違いされるのは、右足かかとを浮かせないようにして止めようとする、そういう動きと勘違いしてしまっている方が多いんですけども、それは間違いです。必ずダウンスイングで右足というのは力を出すために使っていかなければもったいないので、右足の蹴りというのはもちろん使っていきます。じゃあなぜプロがベタ足のようになっているかというと、答えは使わないからではなくて、右膝、この右膝が前に出ないからなんですね。この右足というのはダウンスイングで前に出てしまうと、体の前傾が起き上がってしまったり、手元の位置が前に出るような動きにつながってしまったりして、ミート率というのが悪くなってしまうので、理想はトップからダウンスイングで右足というのは真横に動かす動きになるんですね。こういう動きが行われると、右足の蹴りというのは使ってるんですけれども、右足のかかとの上がり方が横にぐーっと前に出さないように使っていくと、このようにですね、靴の外側が浮くような、こういう使い方になってくるんですね。そうするとさっきの、プロの映像のようなこう右足を粘らせる動き、ベタ足のような動きに見えてくるんですね。ですので決して使わないのではなくて、右膝が前に出ない中で使っていった結果、このようになると覚えておいてください。スイングで右足の蹴りというのは絶対に使った方がいい重要な動きになってくるので、右足のこの粘るような動き、横に倒す出さない動きですね、こちらをしっかり意識して練習をしていってください。